皆さんこんにちは。長男のあやつです。次男のはやつです。三男の吉田です。佐藤さん兄弟です。トントンダンドン。はい、ということで僕たち佐藤さん兄弟髪切りました。ざっと見て気づくかな。はやともね、いいじゃないか。これもね、結構難しいところで3人意見分かれるんですよ、いつも髪切るとき。短くしたい人もいれば伸ばしたい人もいて、例えばね、後ろ刈り上げるか刈り上げないか。俺は正直3人同じ髪の毛もう嫌だ。こんだけもう16年間じゃないよ、もう16歳の気分でした。26だ。24年間も一緒にいたらさ、まあ変えてみたいと思うことはそれはあるよ。ということでやっていきたいと思います。はい、って言っても全く関係ないんですけどね、はい、この髪の毛の話は。今日の企画は三つ子で丸々相撲対決。よっしゃー、イエーイ。大丈夫、見てない。脇毛。本日は腕相撲と指相撲と手押し相撲、この3種目を3人でやっていきたいと思います。俺思ったんだけど、ふと、三つ子で腕相撲マジでやったことなくない？今まで。そうなんだよ、ね、いや指相撲もそうだし手押し相撲もそうだし、なのでこの未知の戦いね。確かに。いや、よしと強そうだな、よしと強そうだなっていうイメージはあるんだよ。俺はもう自信満々でね、一人だけこう派手に T シャツ気合入れてきましたから。 そうだやっぱり勝負ごとには罰ゲームってつきものじゃないですか。それがなきゃ盛り上がらないんですか。はい、ということで今回は罰ゲームも用意しております。一番少数の少ない人に、モノマネを皆さんに、いらないでしょ、いらない披露してもらいたいと思います。あ、まあでもいいよ。まあ君らは本当にいいのね。いや、絶対俺ヨシトにやらせたい。ってことで早速やっていきたいと思います。はい、せーの、みつお。はい、ということで早速1種目目指相撲からやっていきたいと思います。モノマネ、うわちょっと俺ガチでいくよ。え、これ他の指使ったらもうそれお前反則っていうのはお前が見極めて。オッケーオッケー、よーいスタート。はいはい、始まりました。静かなる手つりそう開始ですね。あみょんみょんぴょん、もう行っちゃえよ。あやと手で話してるから反則です。これ反則禁止。いや、僕がルールは、いや、あのちゃんとね、反則は見極めます。小指離れるの反則らしいよ。そうなの？うん。あはは、じゃあやと離れて。こいつ手、あやとここ絶対離しちゃダメ。手ぬめりすぎて無理。ちょん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 、体力勝負になってくる。あれ、あやと今小指離れたよね。離れてないよ。離れたように見えましたね。いや、離れてないよ、離れてないよ。仕切ります。次それ見えたらアウトにします。2回目見えたら、はい、ガチだね。スタート。あれ、2人とも離れてきてるな。早くは方向に、え、もうちょいちゃんと握って。ハヤトの形がおかしいな。え、いいね、こういう作戦なのに。手首の角度はどう変えてもいいです、別に。そんなの。チュルチュルチュル。実際手首、手汗でニュルニュルしてる。すごい。腕相撲、指相撲、決まんない。一生決まんない。これはね、ちょっと一回休憩タイム入んね。なしです、それは。休憩タイムなしです。あやとくん、本気モードになると顎出てくる癖が出てきましたね。これは注目してください皆さん、顎に。1、2、3。これで作戦があるんで一回掴ませ。1、2で、ここの上から。1、あ、ちゃんと握るようにしてください。マジで息始めますよ。見て、血出てきたあやとの爪が刺さって。今だ。あ、あ、待って、人差し指使った。あの、ストップです。一旦止めてください。ストップストップストップ。これあやとくんが不正をしました。いや、してないでしょ。してない、してない。勝負が疲れた。勝負が決まんないんで、やっちゃった人はもうアウトです。ということで次男はやとの勝利。うっしゃー。続いては、2戦目、スタート。よしと小指離れたよね、今ね。大丈夫、離れた、大丈夫です。1、ほら、え、見た見た見た。ダメですよ、離しちゃう。離れた。よーい、スタート。1、
HH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 H
エッチ手引くのなしな。これきっつない。これちょっとあやとが有利ですね。今回はいい勝負ですね。うんうん、力手打った部分ではやっぱりヨシトが優勢。力いらないから、うん、ヨシトが優勢。ほら見てこれ、ま、俺力抜いたらもうこうでこっち行くよ。じゃあもう押し返すよ。これ何言ってんの。お疲れ様で。あ、俺ヨシトが今離れましたね。離れてないですね。イエローカード1です。うわっ。じゃあ一回仕切り直そう。そしたら一回手汗拭いて。佐藤最初に握ってきた方が有利なんじゃねえ。さあお互い攻めていきましょう。力を抜いてください。これさ大人がするゲームじゃねえな俺。1、2、この壮絶な戦いは。指相撲じゃねえ。1、2、ああ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 あ力強。ヨシトの勝利でございます。力強すぎる。もう渾身のね力を込めてきた今。マジ。ちなみに多分やってる時の2人の声はえげつないかもね。ちょ、いやでも確実に今ヨシトがね抑え込みましたね。ということで見事ヨシト勝利です。あ、折れるかと思った。はい、ということでさあやっていきましょう。おー、バチバチですね。バチバチですね。いいですね。力も、もう、あ、イエローカード。これイエローカード1個でいいです。じゃあ行きまーす。スタート。さあいいですよ。まあね。1 1 これね、結構ね、コツが大事なんできますね。エッチ手汗ぬぬぬぬ作戦。はやと手汗すげえんだよ。1、2、はやと数えるの遅い審判勝ち。今はやと掴んでる。そうだよ。いや動きすぎてわからん。もうこの画角に収まってくれ。お、うん、ね、これ腕相撲じゃないよ。2人ともさすがにこれちょっと変形しすぎ。はい、ストップ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 。よーいスタート。あ、それでよくない。そこまで動かすの。こう自力でこっちはっていうことは動かしてあげるんだな。1、1、2。肘を回していかないとね、これ掴めないんだよ。おー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 、激しい激しい。1、2、1、2、1、2、1、2。はい、一回休憩して離れたんで、よーいスタート。ポストが結構、1、2、3、4、5、6、7、8。ヨシトがいいところまで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ヨシト君の勝利でございます。ヨシト君おめでとう。これ体力の戦いでしたね。指相撲ってそういう対決だっけな。はい、ということでね、ヨシト君の勝利です。指相撲ヨシト君の優勝でございます。2種目目の
押し相撲やっていきたいと思います。はい、手押し相撲ですね。なんかこっちの方があっさり決まるんじゃないですかね。じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、よーいスタート。ちょっとあっ、あ、これトントンです。はい、ハヤトひょろいわ。ということで、手押し相撲第1回戦長男、ハヤトの勝利。イエーイ。これは強いね、なんか。いや、負けないでしょう。続いては長男と、三男のヨシト、スタート。うっ、おー、なるほどね。そう、いい勝負です。見てて楽しいですね。ということで、お互い表情も真剣になっております。さて、どちらが勝つのでしょうか。攻めて…の術お何なんだ、そのウェーブから戻ってくる。呼吸も大事になってくる。さて、勝負つくのでしょうか。これはお互い仕掛けてこ、どんどん。あ、本当に。これはあの、どうでしょうか。これはとりあえず引き分けということで。いいですか。まあ、もう一戦いきたいと思います。ちょっとこれ二人のパワーが、ね、合わされた、こうなんつうの、カメハメハが当たったみたいな。今ここにもう本当火花できてた。エネルギーが。用意、コップンカー、コップンカー、スタート。攻めてこ、攻めてこ。こいつ強い、なんて強い。あやとの勝利。あやと強いわ。あと力の入れ方うまいよね。あやとうまいわ。めっちゃ重いもん。いった。準備はいいですか。スタート。これ、これ指は危なくないか。こいつダメだ、もうやる勝負なんで。ハヤトの使い方がうざいです。はい、ということで、まあ、結果はもう分かってましたが、言うほどもなかったので、ヨシト君の勝ちでございます。はい、ということで、この表紙相撲は僕が2勝したので、僕が優勝でいいですか。もちろん。はい、やっぱ、くっそ、やっぱ体重が軽いと不利だわ。はい、はい、それで、はい、最後の勝負を決めていきたいと思います。やっていきます。腕相撲対決に行きたいと思います。よっしゃ。いや、見てこれ、もう俺今日のために筋トレしてきたから。嘘つけ、嘘つけ、嘘つけ。よーい、スタート。あやと肘ずらしてるからさ、こっち行かない、倒れないんだよ。あやと肘ずらしてる、これ以上倒れないんで。はい、ということで、まあ、ちょっと荒い勝負には見えたかもしれないですけど、まあ一応ね、結果としてくそ、はやとの勝利です。はやとに負けることなんてありえねえと思うんだけどな。これ 机がね、俺が押されてないともう無理でないぐらいのね。じゃあ次、全力で勝てた。はい、まあ、早くまだ1勝してないからな、うん、よーい、スタート。あー、強い。待って、これ、あれ、ちょっと待って、これね、いいよ、もう全然、俺なんかあっさり勝ちすぎて、え、本当に踏み出した。ちょっと待って、あ、全然俺これ、内から始めても、あ、もう一回やる。ちょっとかわいそうすぎて、ちょっと、いや、ダメよ、いらないよ、2回戦は。盛り上げてください、ね、最後任せてください。じゃあ行きたいと思います。準備はいいですか。よっしゃ。はい、腕を組んでください。はい、握ります。用意、スタート。
あ。ハヤトの勝利でございます。え、意外な展開。ちょっと消えちゃったけど。違う、多分今の一戦に聞いてください。あの今の一戦、あの俺が負けたらモノマネ確定だったの。なるほど。俺死ぬほど嫌だから、マジでもう気持ちが違かったよ。なるほど。もうだって動画見てもらえばわかるけど、ハエともう意地で向かってやるって思ってた感じの。いや、まあ、いやでもまあね、これはね、やっぱ俺気持ちで負けたわって思ったわ。ということで結果なんですけど、ヨシトが最初の指相撲勝利、はい、そしてアヤトが手押し相撲優勝しまして、で次男の僕が腕相撲勝利ということで、結果全員同率。これさすが三つ子なんじゃない。いやマジか。まあ、こうやって切磋琢磨してきたからね、お互いこう上を行こう上を行こうで、いや面白いよね。多分新体操の時もこうだったんだよね。そうなんですよ。こうなったらもうじゃんけんしかないので、最初はグーじゃけんほい。いや一番やってほしかったんだよな、ヨシトに。OK、 せーの、最初はグーじゃけんほい。ということで、ハヤトのモノマネに移らせていただきたいと思います。マジで最後頑張る必要なかったわ、マジで。じゃあ今流行りの、最近も新しい話ありましたね、あのアーニャ。もうこれモノマネの定番じゃない、結構。でも俺アーニャだけじゃつまんなくて、と思うんだよ。アーニャもさ、遠くなまりっていうか宮城なまり。アーニャにやっぱその宮城のなまりをちょっと加えて。めちゃむずくね。はい、じゃあちょっとカメラに近づいてください。できねえよそんな、公開処刑。ハヤトのアーニャ東北なまりバージョン、3、2、1。アーニャ、この間から2センチ伸びたべ。アーニャピーナッツが好きだべ。あざざます。終わった。はい、カオスです。よし、握手しよう。究極ナイガードだったけどね。はい、はい、まあ、これでね、カットで、カットでこれ、あのね、こうファンの方々も楽しんでくれたよね、きっとこれは。うん、よし、どう、もう楽しんでくれたと思う。え、ちょっとあの、リアルにあの、後で動画確認させて。ということで、今日はね、まるまる相撲対決っていう感じでしてきたんですけど、あれとどうだった？いや、そうですね、久しぶりにこうなんか燃える気楽だったというか、こうなんかすごいやっぱスポーツしてた頃を思い出した感じはしましたね。はい、3人の中で一番誰が力強いのかとか、うん、なんかそういう検証の意味でやったつもりもあったんだけど、うん、やっぱりその例えば気持ちとかそんぐらいで変わるぐらいの力加減のなんていうの、差じゃん、うん、まあほぼほぼ同じってことだよね。だから検証結果はほぼ力一緒ってことですね。どうだね。そうだね。俺はちょっと自信のあった腕相撲でさ、負けちゃったのが悔しい。まさかだよね、ヨシトが負けるなんてさ。そうす、まあ悔しいって気持ちはあるんだけど、うん、最後のアーニャ東北なまりバージョンに出たから、俺はもう今日幸せかなって感じですかね。もうその話しないでもらっていいですか。はい、ということでね、今回の動画もいいなと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、佐藤さん兄弟でした。バイバイ。一回もう一回やらせて。いや、じゃあ、よし、こっち来てみて、場所。やっぱこっち不利だわ。こっち不利不利。あ、やりやすい、こっち。なんか。よっしゃ、そんな風にする？じゃあ、行きますよ。改めて。そう！よしよしよし。おーい。やっぱこっから始めるときつい。一生いっぱい。ほら、一生いっぱい。やっぱこっちの場所だとね。場所の問題？いや違います。じゃあもう一回やろう。じゃあラスト。これラストで。じゃあ俺は手首とかちゃんとやるわ。さ、次。こうやって始めたから。よーい、スタート。あっ。さようならとのよ、はい。ああ、負けた。ということで、勝負はヨシトの勝利でございます。じゃあ
まあ場所は関係ないってことですよね。やっぱり強いですね。2敗だ。